ちょっと中にあるアイテムありそうなんで、一回入ってみますか。こうやって見るとやっぱ広いんだな、結構。で、ナッペ山水ごそ。いきますか。回復の薬だね。さあ、ここにまた。元気のかけら。そう、スーパーボール。こんなところかな、ざっくりではありますが。さあ、ではナッペ山目指しますか。飛んでもいいんだけど、ちょっとね。あ、そっか、もうナッペ山か。この辺がまさにそうですよね。で、ちょっとラランデスさん欲しいわ。レンジャーで。この辺のポケモンさんちょっと捕まえましょう。最初にね、ラランテスさん発見したときにインファイト確か当てたんだけど、倒しちゃったんだよね、確か。なのでスパークでじわじわ行った方がいいのかなっていう、そう思って今スパークやってるんだけど。さあ、ボール行こう。よーし、ありがとうございます。さあ、花カマポケモンナンバー248です。お、カリキリさんか。フラエッテさん欲しいよね。たまには、クイックボールでも行きますか。はい。よし、ありがとうございます。さあ、ナンバー146、オレンジ色の花。お、早速色は違う。ブルーカラーだね。もう一回クイックいっちゃおうか。よーし、ありがとうございます。さあ、青い花。で、待って待って待って。
黄色じゃねもう一回いっちゃおう、クイックボール。捕まるの早、すげえスピードでフライトさんが移動してた今。さあ黄色の花、なんか一瞬のうちに一瞬のうちに3色捕まえちゃったな今。やば、一回回復します。よし、ありがとうございます。で、そうだな、ぱっと見あと大丈夫そう。まあ、本当に星あたりは捕まえたよな。ちょっと赤捕まえとこう。あ、ビビオンさん、ビビオンさん持ってないわ。飛んでますね。さあ赤い花4色目、ビビオンさん捕まえておこう。待って待って待って、アジト入っていっちゃった、アジト入っちゃったアジト潜入しとる。ビビオンさん待って待って、さあデンジャインファイトで。わあ、回復手段あるのちょっと怖いな。もう一発だ。ちょーばー、ボール投げちゃうか。スーパーでいきます。よし、ありがとうございます。結構調子いいね、もうガンガン捕まえてるわ。テンポよく。さあナンバー37、ファンクシーな模様。ちょっと気になったんだけどさ、こういう場合ってアジトで捕まえたっていう判定になるんですかね。あー、アジトの判定になってるわ、すげえ。笑)あ、いる。あそこにもいた。あれ白じゃね、白も欲しいわ。とりあえず捕まえておく。
ありがとうございます。なんか近づけそうで近づけないな。今だ。よし。さあレンジャー、さすがにこのレベルならスパーク耐えてくれるはず。オッケーオッケー、ウェホース強い強い。ナードボンさんにしよう。さあスーパーボールで、はい。はい、うわー惜しい。さあスーパーボール根気よくいこう。はい、お確定きた。ありがとうございます。さあということでオレンジ色の花ですね、ナンバー147です。オッケーオッケー、よし。ではフリージダウンに一回行って、フリージダウンからナッペ山のジムの場所に向かっていく形で行きましょう。でクイックボールは使うか分かんないけど、もしかしたらね、今みたいに使うタイミングがあるかもしれないから、10くらい買っとくか。ありがとうございます。よし、ありがとうございます。で、図鑑もチェックしよう。193、すげえ。めっちゃ順調だ。ゴージャスボール、ありがとうございます。あ、このラインナップなんか綺麗だな。よし、ではまずはフリージタウン飛んでいきましょう。的にはこっちなのか。お、なんかある。届いた。さあ、エレキフィールド。あ、ここナッペ山って扱いなんだ。え、ここ上行くってこと？これ行ける？さすがに水よね。方角的にはこの方向なのかなっていう感じなんだけど、
クレベースさんもいるね。クレベースさんって持ってたっけ。なんか捕まえたような気はする。あ、してる捕まえてる。オッケーオッケー。そうだよな、多分こっちだよな、そう考えると。よし、頑張っていきましょう。さあ、ということでナッペ山進んでいきますか。 TP エドいいね。トレーナーさんもどのぐらいですかね。結構強いんじゃないかとも思うんだけど。おお、いらっしゃいました。白いね白ベースだね、ポケモンさんたちが。あれ、コダックさんいる。いたった。そうだよね、トレーナーさんあれ、この辺にいなかったっけって思ったけど、全然いました。ラウドボーさんできます。さあ、イーシローさん、デリバードか。デリバードさん、さあ解放者。アルクジラさんめっちゃ見てる。おーし、ありがとうございます。まあなんとかなるか、レベル的には。満足したのか、帰ってきましたね。さあ、ということでナッペ山ジムこの先っぽいが、今ゴルダックさんもいたね。ドータ君、ドータ君捕まえたっけ。ドータ君さん持ってるよね。オッケーオッケー。とりあえずひたすら上でいいよな、これ。お、ペルシアンさんか。やりましょう。タイプよく見てなかったけど、飛行っぽいね。おお、みんなごついごついラインナップだ。そして可愛らしいニーミアさんがいる。解放者、今硬いな、さすがに硬いか。ただ火傷を負いましたよ。フレアソングの方がいいのかな。お、みんな頑張れ、みんな頑張れ。特攻上げときたいよね。はい、
さあどんどん行きましょう。テラスタル使っちゃってもいいんだけどね。事務機に回復する場所があればいいんだけど。のエネルギーが集まり始めた。頑張れ頑張れ。かってえなー。やばいんじゃねえバージェムは。あぶねえ。さあフレアソング、結構特攻上がったんじゃない。さあフレアソング、オッケーオッケー。やば、ステータス変化って多分めちゃめちゃ上げてたとこが戻っちゃった可能性があるな。もうちょいもうちょい。うわーやられたか。ただもう少しだ。大丈夫大丈夫。さあ頑張っていきましょう。さあシャドーボール、そうだよね、よかった飛行タイプだから当たるよね。よーし、さあではモンスターボール行きましょう。よーし、ありがとうございます。すごいこと、マジでめっちゃもらえるよな。おラムの実あるじゃん。よし、ありがとうございます。そうか、回復されるんだっけ。そんなら全然テラスタルやってもよかったのかもしんないね。さあ険しくなってきましたね。意外とすぐついちゃうんじゃないこれ。大丈夫か。結構登んのかなって思ったけど、マジ3つ。太一さん、後ろにあるクジラさんいる。さあパーモトさん、火炎放射ね。レベル35か、全然大丈夫だ。よーし、ありがとうございます。こちらジンバジー7個ですからね。これから最後の1個、1つを手に入れるところですよ。さあどんどん行こう。基本的に持ってるポケモンさんとしか出会ってないからさ、めちゃめちゃスムーズに進んでるよね。フリージョさんは初めてだよね。初めてっていうか厳密に言えば倒しちゃったんだっけ。ここはクイックにしよう。うわあマジか。オーロラビーム、
レベル的に直しちゃいそうなんだよな。もう一回クイック投げるか、それから考えよう。お辻斬り、とりあえずまひらせますか。さあ電磁波、でそうだな、緑谷さんのアクアジェットあたりだったら耐えますかね一発。ぬめぬめ、さあアクアジェット、お半分ぐらいか。よし、ではモンスターボール投げようか。はい、フリーズドライ、おお凍ったわ、マジで固まってる緑よさん。はい、どうしよう、スーパーで行くか、スーパーボールだ。おーし、ありがとうございます。さあ花吹雪、花吹雪結構いいんじゃない。ただ物理なんだよな。そんならエナジーボールなのかな。お、奥にもう一匹いるね。さあということで決勝ポケモンナンバー360です。で、氷直し。なんだかんだ一個だけなんだ。どうしよう。取っとくか。なんでもないっすか。さあ、こちらは。え？持ってない子かな？どうなんだろう。とりあえずバトル入ってみるか。え、あのシルエットなんだろう、誰だ。あー、ラランテスさん。普通に強いんじゃね、大丈夫。そうか、チャージが足りないか。ならね、フレアソング乱発でいきましょう。お、ナイスコーナー、いいねいいね、どんどんいきましょう。
いいね、じわじわダメージ量が増えとりますよ。使っちゃうか。さあテラスタル、テラスタルフレアソングでいきましょう。いいねいいね、次あたりでいけんじゃない。お、いいですね。大丈夫大丈夫、耐えますよ。さあフレアソング、ドロップアイテム的にもね、捕まえるかどうか関係なく倒しちゃってもいいのかもしれないね。あ、いけんじゃね、いけんじゃね。結構ね、ドロップするアイテムが美味しかったりもするので、はい、せっかくだから捕まえようかなって思うんだけど、さあモンスターボールでいきましょう。よし、ありがとうございます。ねえ、マジでいっぱい手に入るよね、嬉しい。では引き続き上に行きましょう。そろそろかい？なあ、ポケモンセンターある。助かった。よかったよかった。あ、ちゃんと建物であるんだ。もうてっぺんとこで仁王立ちとかで。さあ雪景色。待ち構えてんのかなと思ったけど。よーし、さあ吹雪です。ありがとうございます。とりあえずはまあクイック10買っておくか。よし、ありがとうございます。おお、アルクジラさん降ってきたんだが、マジでジムしかなさそうか。さあ氷直し、ここで戦うんだろうな。よし、行きますか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、ツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。